竜と手を見せてはダメ。手の内を見せるのは最後って言うでしょ。それに「お前の手は女の人に触れてはいけないの。大人になるまで決して」お前たち、もう少し離れて歩くことはできないのか？くっついてほしいくせに。そう、くっついてほしいくせに。お前たち、そんなことをすると気持ちよくなるじゃないか。気持ちよくしたくてしてるのに。さあ、してるのに。また貴様か。あら、どなた？モテール様のお知り合い？いや、こんな落ちこぼれ会ったこともない。人違いだ。でも騎士の格好をしていらっしゃるわ。もしかしてあのボボン王子を押しのけて再会で卒業なさったとかいう不名誉なお方？卒
そのようなものに知り合いはいない。行くぞ。優秀すぎるというのは罪なことだ。待て！ここからは立ち入り禁止だ。お前が卒業生なものか。騎士学校出たやつはもっとピリッとした顔してるもんだ。こいつビリケツだ。どうせ当てずっぽうで言ったんだろ。騎士学校の定員が20人なんて知らないんだろうさ。そんな服どこで調達してきたか知らんが、騎士らしい格好をすれば王宮に潜り込めると思ったら。諦めるんだな。お前が王宮に入ることは一生ない。おっならパパのところに帰んな。あー、めんどくさいやつめ。それ以上近づくと切る。何の騒ぎ。これはアイシス殿。相変わらず素敵なお姿で。お世辞は結構。何？この者が中に入らせろと。どこを見ているの？凡俗ってあなたのためにある言葉ね。あなたと同期だなんて恥ずかしくて口にする気にもならないわ。私にも選ぶ権利はあるのよ。弱い騎士は嫌いなの。もうすぐよ。他人に意見できると思っているの？あなたなんかモテールの100分の1の価値もないでしょ。ええ、エリートだもの。今年は私とモテールの2人だけ。去年はゼロ。それだけ私たちがすごいってことよ。聞いたわ。あなた、ボーアンに行くんですってね。
んて言ったら左遷と同じ。もう永遠に王都に戻ってこられない。ただ土となって朽ち果てるだけ。でもあなたにはふさわしい未来かも。せいぜい楽しむことね。お前本当に騎士学校の卒業生だったんだな。ボーアンか。お前の人生終わりだな。まあしっかりやれよ。そうだな。もう一生王宮に入ることはないだろうからな。騎士学校のお方？まあ！詳しくは知らないのですけど、エメラリアなら知っているかもしれません。エメラリア、どこに行ってしまったのかしら？最小のお部屋かしら？何者だ？知らんな。お呼びですか、最小閣下。つまみ出せ。
さあ来い。二度と入ってくるな。命があっただけでもよかったと思うんだ。むふぅ、見たよ、君の無様なところ。ボボン、うふ、そんな太ってるからって本当のことをって違う。僕にそんなことを言っていいと思ってるの？そうだった、忘れてた。僕王子だからよく忘れるんだよね。君って微妙に憎たらしいよね。そうか、僕上か。むふぅ、僕君には感謝してるんだ。君のおかげで僕最下位にならなくて済んだからね。僕全部の科目が下から2番目だったんだ。全部最下位を取ったのは君。風の噂で聞いたけど田舎に行くんだってね。ぷぷ、君にはお似合いだね。まあよろしくやってよ。ぷぷ、決まってるじゃん。未来の王様として父上の元で修行を。エーデルラントは僕のもの。ついでにアイシスちゃんとグラディスちゃんのおっぱいも僕のもの。リュートヘンデですね。卒業証書をお渡しします。こちらへ。卒業証書です。受け取ったらすぐに防安に立ってください。命令が出ています。明後日までに到着せよと。
いやいや、フェルゼン卿、今年の卒業生はなかなかのものでしたな。去年に比べれば粒揃いの騎士だな。特にトップ2人はなかなかのものだ。モテールとアイシスですな。確かにあの2人は10年に1人の逸材。ふん、わしの頃からすれば大した騎士ではないわ。これはシュラム卿、なかなか手厳しいですな。ザント卿のように甘くはないのでな。うん、シュラム卿は虫の井戸。ふん、貴君らは本気で今年は粒揃いだと思っておるのか。一人おるだろうが、とんでも。貴様が我が騎士学校の面汚しか。貴様は抹殺を汚すのが趣味か。あの成績でよく卒業などできたものだ。照れるバカがおるか。わしが貴様の立場なら騎士学校の名誉のためにとっくの昔に退学を選んでおる。貴様に誇りはないのか。落ちたものだな。わしが騎士学校におった頃にはこんなクズは一人もおらんかったわい。貴様、自分が罵られておるということが分かっておるのか。えい、もう去れ。貴様が我らと同じ騎士学校を卒業したと思うだけで不愉快だ。どうかなさいましたか。おお、モテールか。これはこれは、ザント将軍、偉大なる先輩にお会いできて誠に光栄の至りでございます。お前のような優秀な者が親衛隊に入るのはわしとしても心強い。陛下も期待されてい。恐縮です。プラティーヌ殿にも会ったぞ。おお、父に。相変わらず商売の方は繁盛しておるようだな。ありがとうございます。してこのものが何。このゴミをつまみ出せ。はっ、さあ来いゴミ。まったく、貴様は何を考えているのだ。バカにふさわしいことをしたまでだ。モテールだ。モテールだ。また言うか、貴様。どうせ我が騎士学校の偉大なる先輩方にご挨拶して顔を覚えていただこうという魂胆だったのだろう。無駄なことだ。全成績で最下位、卒業試験ももちろん最下位。貴様のような落ちこぼれは騎士学校始まって以来初めてのことだ。人ごとか！俺にとっても屈辱なのだぞ。貴様と同期など絶対にありえんことだ。逆だ！俺といることが奇跡なのだ！というか、場違いなのだ。貴様さえいなければ、俺の人生に汚点はなかったものを。その名前をだ、俺には関係のないことだ。
俺は商人の息子ではない。俺は生まれつきの騎士だ。随分と大きな声だな。ベルンシュタイン閣下。最小でよい。感情は人間の最も醜い産物だぞ。ああ、肝に銘じます。ボボン王子を見なかったか。いえ、式にはいらっしゃいましたが。見かけたら私の部屋に来るように伝えてくれ。それから、プラティーヌ殿に今度ぜひお食事をと。あ、確かに父にお伝えいたします。父上が宮殿に出入りしているのでな。ベルンシュタイン閣下にも子供の頃からお会いしている。俺は史跡卒業者だからな。先ほどお言葉を賜ってきた。モテール様モテール様